はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあレベルが99になりそうです。見てください。主人公がレベル98で、残りのキャラクターが95となってます。主人公が若干上がりやすいみたいだね。でも前職99ってなるとなかなか難しそう。まあとりあえず、全キャラ99まで行きましょうかね。あ、ちなみに主人公はレンジャーですね。レンジャーを99まで上げます。レベルですけども、メタキン軍団を、オート戦闘させて戦ってます。これでね、レベルを上げてる感じですね。うん、まあサクサク倒せていい感じではあります。99まで、多分あと、そうね、全キャラ99ってなると1時間はかかんないかな。1時間かからないぐらいで上がるとは思います。相手にもならねえな。よし、これで主人公がレベル99だね。オッケー、レベル99。何か特別なものを覚えたりはしないのかい？あ、しないのかな？よし、これで、99まで上がったでしょう。間違いないよね。よし。全員が、レベル99になりました。で、多分、99になっても、何も覚えないね。覚えない。ただただステータスが上がるだけっぽいですね。あー、称号もらえる。うん、称号をもらえるみたいですね。で、フーラとラグアスも称号もらう。はい。で、どうもね、強さを見る感じで、レベル上がったからって言って、別に何かを覚えるっていうことはなさそうだね。うん。主人公だけレベルで覚えるものがあります。他のキャラクターは、ステータスアップだけです。主人公だけがこういう感じで、77とか80ぐらいで技を覚えて、で、特技と必殺技の威力とか、そういうのが上がっていく感じです。最終的には、レベル95か6ぐらいでテンションを維持するっていう感じみたいですね。なるほど。そして、レベル70とレベル99のステータスの違いです。こんな感じで、ステータスが変わってきます。やっぱレベル99になると強いね。さすがに強い。で、主人公の、レンジャーはこんな感じです。レベル99がこれ。うん、結構強いな。あ、ちなみに装備は何もつけてません。で、必要経験値は、主人公は、レベル99の状態で1600万、他のキャラクターは1700万ちょっととなってます。これはなかなか主人公全部上げるとなると難しいぞ。はい、ということで今日はレベル99まで上げてみました。実際のところ、主人公以外はステータスが上がるだけで、主人公も、レベル80ぐらいまで上げれば十分な強さにはなりそうです。まあそれから先に上げるとさらに強くはなるんだけどね。まあとりあえず全キャラ80ぐらいを目指したら最初は良さそうですね。俺は全員99までやっていきます。はい。では、次はね、ストーリーなんかを進めていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。